俺はもう恋愛はいいかな。夢破れた元プロミュージシャンの男、孤独を抱えたコミュニケーションが苦手な女性。さくら、好きな人できたの？マジか。2人の出会いがモノクロームだった日常を色づけていく。音楽好きですよね。たった一つの恋が、たった一つの歌が人生を変えていく。綺麗って言われちゃった。ラブソング、4月11日月曜夜9時スタート。